はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回ですね、スペシャリストの半間岩先生のインジケーターなんですけども、2連勝ですね、どうでしょうか。安定性がすごく良くなったですね。シフトの少し一つ遅らせて0じゃなくて1でね、シグナルを判断させた方がやっぱりね、安定するからいいということでね、そちらに変えたんですけども、MT4 のインジケーターのねロジックなんですけどね、それでね、テクニカル分析を複数ね、無数に使ってまして、分析をしてるんですけれども、それでもってですね勝率 70% 以上ということでね、試験通してデモでやってるんですね。これが成功すれば、前ほど言ってるように自家用ジェット機が買えるんですけどもね、どうでしょうかね、12億円ぐらいです。大体ホンダのジェット機は6億円ですから、管理費とか維持費で12億円ぐらい必要ですね、ということでね、まあ実際税金とかなんかあるんで24億円ぐらいかかるんですかね、24億円ぐらいということでね、このスペシャリスト社の半間岩先生が自家用ジェット機を買えなければおかしいということでね、スペシャリストなんでね、24億円ぐらいちょっと必要だと。まあまあ似たようなものを買うということでね、自家用ジェット飛行機とは限りませんけれども、いいやつを、いいものを買うということでね、豪邸とかね、いろいろありますけれども、まああとまあバイナリーオプションではこんぐらいが限界でしょうね、大体ね、あんまり稼げないようになってきます。前は無制限でね1億円ぐらいバイナリーオプションで投資できたんですけども、私の時はね、今1億円バイナリーオプションで投資できないんですね、ところがないんですね今ね。前はあったんですけどね、1億円でも10億円でも投資できたんですけど、1回ね、今できなくなっちゃいましてね。FX の方でね、にもね今度移して投資していこうと思うんですけど、今回ちょっとデモで見やってるんですけど、今2台ですね、コンピューターでやってますけど、こちらなんですよね。今日やってて最高なの、2連勝ですね。3760円ですね。デモトレードでやってるんですけど、試験でね。このインジケーターなんですけど、勝率が 84% で、19個シグナルが出てます。これ勝ってますね。一番左上ね。それから右下も勝ちました。ね。今日出たシグナルです。ちゃんと残ってますからね、成績が。下のやつ 82% で11個出てるわけですね。まあこれはね一時シグナルなんですね。0番目にねシグナルというか変化が起きてるよというか、次シグナルが次の時期に入りますよということを知らせてます。メールじゃないんですけどね、まあこのインジケーターで、まあ、24億円稼げるかということですね。この判断難しいんだけども、まあ経験的に1億円投資しておりますから、まあ
そのデモ試験でね、うまくいけばね、次回用ジェット機が買えると思うんですけどもね、どうでしょうかね。まあ、普通の人ちょっと聞けない話ですからね、24億とかね、自家用ジェット機とかね、そういう、ね、仕事はみんな、みんな天国に行っちゃう、妄想になっちゃいますから、私の講義は、みんな頭がね、回んなくなっちゃうんですね。天地に昇っちゃいますから、ね。24億円稼ぐとかね、そういうのはあんまりいませんからね。だからまあ行かれてんのはしょうがないでしょうね。いろんな人来ますけども、行かれた人しか来ないっていうのは、それはそうですね。自家用ジェット機とかね、今私テニスコート場も持ってるしね、買って土地買ってね、近くにあるんですよ。で、1リットル1万5000のミネラルウォーターで、私は風呂を浴びてますからね、1回風呂入るのに5万かかるんですよ。ね。水飲むったって1リットル1万5000円ですからね。ね。高級ブランディーなんかとよりか高いやな、今。今、1万ぐらいで買えますからね。そんな話してる人誰も聞けませんから、話がね。ね。あとビル・ゲイツの家にも豪邸にも呼ばれたことあるしね、私はね。誰もみんな頭は全然正気じゃまともに話できませんから、これよく注意してください。よくガチャガチャなんか言ってくる人いるけども、頭おかしい人しか聞きませんからね。ね。まあ怒んないでやってくださいね。で、そんなことですね。こんな風にインジケーターで